スター・ウールフは SF 作家エドモンド・ハミルトンによるスペース・オペラ小説のシリーズ。1978年には日本において小説を原案とした特撮テレビ番組が制作された。第4巻ラン・ストルワルフはハミルトンが1977年2月1日に執筆途中で死去したために未完の絶筆となってしまった。高重力惑星バルナで生まれた。 バルナ人はすべて、驚異的な貧瘡性と、怪力、強靭な肉体を持ち、凶悪無比の略奪行為を制御としていた。彼らは、スターウルフと呼ばれ、全宇宙で忌み嫌われ、恐れられていた。地球人でありながら、バルナで生まれ育ったモーガン・ケインは、スターウルフの一員として、悪徳の限りを尽くしていた。だが、分け前をめぐるいざ講座から、仲間の一人を殺してしまう。 かつての仲間は、ケインを裏切り者と呼び、彼を殺そうとする敵となった。傷を負いながらも、宇宙船で辛くも逃走したケイン。だがその宇宙船も破壊され、ケインは宇宙服を着込み、単身で船から脱出する。宇宙空間を漂流するケインを拾ったのは、貧、ま、しき惑星、地球の外人部隊の宇宙船だった。外人部隊のリーダー、ジョン・ディルロは、一目で、 ケインの正体をスターウルフであると見抜いた。だが、ディルロはケインを殺さず、そのまま連れて行くことにした。ウルフの手口を知っているケインが、傭兵の仕事に役に立つと考えたのだ。こうしてケインは、ディルロ以外には蘇生を隠したままで、外人部隊の一員となった。そして、スターウルフたちも、あだであるケインを追い続けているのだ。ここでは日本においてのものを記す。 本作は、英語版が作られ、逆輸出された。スター・ウールフは、エドモンド・ハミルトンの小説を原案として、1978年4月2日から、同年9月24日まで、読売テレビ制作、日本テレビ系で毎週日曜日19時19時30分に、全24話が放送された、スブラヤプロダクション制作、放送開始当初は、山陽電機グループの単独提供による、 特撮テレビ番組。つぶらやプロ創立15周年を記念して制作された本作品は映画、未知との遭遇や、スター・ウォーズのヒットをはじめとする SF 映画ブームを反映して企画された。監修に宇宙ロケット工学の糸川秀夫を迎え、対象年齢を高めに設定、1クールごと完結の連続ドラマの体裁を取り、映像表現やストーリー展開に、 数々の新機軸を盛り込むという、それまで日本になかったタイプの本格 SF ドラマとして、スタートした。しかし人気は、低迷。第14話より、宇宙の勇者スターウルフに解体し、スペースコマンドの隊員服が、夏服に変更され、コメディリリーフとして、ロボットを登場させ、拳専用機であるステリューラーが装備されるようになった。第18話以降は1話完結となり、 物語もスピーディに展開されるようになったが、平均視聴率は4から7%台と低迷。当初1979年4月までの予定を大幅に下回る全24話で終了した。当時の路線変更を報じた記事では、内容が凝りすぎた割に、年少の視聴者からは難解である反面、年長の視聴者からは物足りないという意見があったとされており、 隊員服も変更され、スペースコマンド隊員の個性も強烈に描くとされている。読売テレビプロデューサーの佐野樹七は記事の中で話が暗くなりがちだったため、剣を宇宙の勇者に仕立て直すと述べている。特撮監督、佐川和夫、四角効果、中野美ノルラによる宇宙船の描写は当時のテレビ特撮としては最高の映像とされる。SF という言葉は、 古いという糸川によって、宇宙飛行士を意味する、アストロノートにちなんだ、アストロノーティカドラマという信号が作られ、アストロノーティカシリーズと歌った。宇宙の略奪集団バルナ製の戦闘部隊、ウルフアタッカーが地球を襲撃した。その作戦行動中、アタッカーのエースで、スターウルフの異名を持つモーガンケンは、領友であり、恋人の兄でもある。 サンダーを己の春巡が招いたトラブルからよぎって射殺してしまう。これによりケンは裏切り者としてウルフアタッカーから追われる立場に一転する。かつては恋人であったリージャも兄のあだとしてケンの命を狙う。ま一発で脱出には成功したものの宇宙服一つで宇宙空間を漂うこととなったケンは地球の傭兵集団スペースコマンドの宇宙船。 バッカス3予防に救助される。だが、剣の不審な態度にスペースコマンドの面々は疑惑の目を向け始める。しかしキャプテン・ジョーは、ウルフアタッカーの地球襲撃によって、妻子を失ってしまった中、剣の正体を察しながらも彼をかばい、スペースコマンドの一員として迎え入れる。スペースコマンド宇宙船操縦の際にはユニフォームを着るが、グレーのサファリジャケットもある。 スペースエージェンシーウルフアタッカーササール、帝国軍宇宙艦艇や航空機の塗装は、敵味方ともに、銀色が基本である。スペースコマンド所属ウルフアタッカー所属上機2曲を収録したシングルレコードは、日本コロンビアより発売され、後に CD 化も実現している。番線ポスターでは31曲フルネットと記している。 当初は原作の忠実な映像化を目指しており、企画書や初期脚本では登場人物や固有名詞も原作と同じものが記載されていた。原作小説では、スター・ウルフという言葉は宇宙の無法ものたるバルナ人の総称、異名として使われていたが、本作では主人公権を指す固有名詞としている。原作の硬派な世界観とは異なるヒーロー性を、 強調した物語が目指されていた。剣は地球人であるため、バルナ人より弱い設定とされていた。女性隊員はドラマ版オリジナルで、当初は二人予定されていた。主要メカであるバッカス345もドラマ版のオリジナルであり、原作では乗船する船は固定されていない。第一クールは原作第一作、サスライのスターウールフを本案した連続ストーリーとなっているが、 火薬であったヨローリンを主要人物に据えるなど変更点は多い。目玉となる宇宙やメカニックの特撮に新技術が多く導入され、その完成度は後年でも高く評価されている。しかし特撮監督の佐川和夫と視覚効果の中野ミのこだわりが強いため、テレビ局への納品がギリギリになることが多く、初期には都明が多用されている。また、第3.4話の段階で、 ワンクール分の特撮予算を使い切ってしまっている。宇宙空間のシーンは、ハリウッドでは、モーションコントロール撮影により緻密な合成を行っているが、当時の日本では実現が難しく、しかし従来のピアノ線による奏演では、シャープな映像にはならないため、特撮監督の佐川和夫は、別々に撮影したミニチュアと背景を合成する班、 ダブラシ合成という独自の手法を用いている。銀色のミニチュアと黒いバッグをネガフィルムで撮影し、これを反転させることで合成用マスクを作るため、従来のブルーバッグ合成よりも時間及び、費用の削減を実現している。しかしこの手法は、黒い部分はす抜けになってしまうためミニチュアには、照明をフラットに当てねばならず、メカの質感が出しにくいという端緒もある。 またブルーバックほど綺麗なマスクにはならないため、合成すると多少重なる部分ができてしまい、このことがハンナブラシ合成の名前の由来にもなっている。合成用の背景となる星空は、40日かけて150カット、300から400パターンを撮影しライブラリー化して用いている。コックピットでの超加速状態は俳優に高圧空気を吹きかけて表現している。 シシド壌は当時方に詰め物をしていたため変形が危惧されたが特に問題はなかったという。1994年に全24話を収録した LD ボックス化されている。販売元、バンダイビジュアル。2014年に DVD ボックス化されている。発売元、つぶらやプロダクション。販売元、東映、東映ビデオ。ありがとうございます。